校内熊野座神社と河野瀬の石灰洞窟が描かれた、駅名標白石駅は、熊本県屋敷田郡屋敷田町大和座白石にある、九州旅客鉄道被殺線の駅である、SL 人吉の停車駅、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。中央に通過線がある。互いのホームは、校内踏切で連絡している。かつては、 有人駅で一部の急行列車が停車していた。無人駅。駅舎は、窓口は、板張りされて防がれているものの、その他は、明治時代の必殺線開業当初のままの造作である。普通列車のほか、SL 日豊市の停車駅である。かつては当駅始発終着の列車が平日に1往復設定されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正で廃止された。 同改正より、被殺線で、快速列車の運行が開始され、早朝と夜間に上下一本ずつ停車するようになった。2018年3月17日のダイヤ改正で、快速列車が廃止され、被殺線の運行本数の見直しや、時刻の繰り上げ繰り下げが行われた。人吉駅方面には1番乗り場、2番乗り場のどちらにも、 出発信号機が設置されており、出発が可能となっている。2016年3月のダイヤ改正までは、平日のみ当駅折り返しの人吉白石間の区間列車が存在しており、2番乗り場で折り返して運転されていた。また1番乗り場と2番乗り場の間には通過線が設置されているが、現在は使用停止中となっている。ただし、場内、 出発信号機は設置されたままとなっており、人吉駅方面からの入線が可能だった。民家は比較的多く、熊川の両岸に集落があるが駅からは少し離れている。当駅から約100メートルほどの距離にある河野瀬橋の田元には三考バスの白石駅前バス停と足北町、クレアイズ、クールバスのバス停が約500メートルの距離にある対岸には、 河野瀬橋橋橋底がある。以下は、熊川の対岸にある。また、周辺の地質は、石灰岩であり、地名も、石灰の産出に由来する。なお、かつては、熊川下りの着線場もあった。臨時快速、SL 人吉の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。